さて、お疲れ様でした。ありがとうございます。すごく緊張しました。本当、本当ですか。本当ですよ。でもね、今日、小林さんね、あの足のところのアキレス腱のところに置き場りしてるんですよ。もしかしたら、これ緊張防止の置き張りなのかな。そういうのあるかもしれないから。<laughs> これ、実はね、僕、全息で倒れまして。なんだ、そんな。<laughs> ちょっとハーースケジュール過ぎたんでしょうねでも小林さん自身が喘息持ちじゃん、うん、で私も喘息持ちじゃん、ね、だからねすごいねいつも気持ちわかってくれるしねありがたいんですそれはそれでそうなんです僕も今回倒れたんでねこれはなんとかしなきゃいけないなと思ってます <laughs> この時期きついっすよねこの時期ねふとした瞬間に出ますね、うん、いや本当に私も夜夢で死ぬ夢見るんですよ <laughs> 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 ぼっさで <laughs> で、このまま死んじゃうと思っていよいよの時に目覚めてあ喘息になってるみたいなあーありますね <laughs> もうギリギリ寝起きによく出ますもんね出ますね、うん、朝方朝方出ますね,ますね僕昔小児喘息だったんですけどね、うん、僕夜だったんですよね あ、そうしたら寝る瞬間ですかね。あ、そうそう,そう,そうなんかあれしょアドレナリン系のやつがなんか落ち着いた時とかやつ、アドレナリ,アドリナリンじゃない、何だよ何ホルモンの数値とか。なんか副交感神経。あ、それそれそれ,それ <laughs> 真逆じゃないですか。<laughs> <laughs> 真逆ですよ。それそれい言いたかった。<laughs> まあそんな感じですよ、ね。はい、すみません先生。いや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 。<laughs> あのね,いいね最近ね実はねキヨシがねあの小林さんにお勧めされたっていうねアマニウをね取るまあ油を取る。 細胞と細胞をつなぐためにっていうのをかなり私言われたんでちょっと始めててあれね、うん、まともにやるとですね、うん、あれちょっと語っていいです1分ぐらいい,いいよどうぞどうぞあれねうちちょっと従業員がいるんですけど、うん、実は ADHD っていう病気だったんですよで一つの仕事を任せると、うん、マイナス10で帰ってくるっていうちょっと 大変でうん、うん、これはなんとかしなきゃいけないなと思ってアメリカのアイザック・ジョーンズ博士っていう栄養系のドクターがいるんですけど、うん、まあちょっと修行に出しまして日本でセミナー開催されたんでねうん、うん、で彼も ADHD だったんですけど、うん、博士号まで取ったっていうなんで、まあ、なんとかなるんじゃないかと思って行ったらですね半年、まあ、3か月ぐらいから目,、うん、目に見えるほど変わりましてスーパースタッフに変わったんですよ。が もう改善しちゃったと言わざるを得ない状況で、でうちの従業員全員でやってみたんですけど、もう全員がスーパースタッフに育ったんですよ。えその ADHD で日本語で言うと何ですか？多動性うですね。多動性なんとか症候群ですよね。どういう症状の落ち着きがない系の人たち。ああそんな感じで。いい。ありがとうございます。あと忘れ物が多いとか。うんうんうん。まあ仕事がねやっぱりいろいろ。 まあ、上司から言われたりとかねうん、うん、ミスが多いとかそういう状態だと、うん、<laughs> 僕は体験しましたし <laughs>、うん、で普通のスタッフにもやっても記憶力が上昇してで、まあ、今のパラリパラスリーとね、うん、浜辺選手目が見えないんですよほ、うん、本当になんでその選手が記憶力を最初に、ね、アナウンスさせて壁を登る競技なので、うん、アナウンスしてもらってその後にあのに記憶力をたどり 頼りに、ね、登っていくんですけどこれがめちゃくちゃにたった2か月で進化して、うん、登れなかったレベルがどんどんクリアしていくと。 で黒ナさんと清志くんにねちょっとパワーアップでどうですかと清志は何か私に入れてくれコーヒーにもダバダバね油を入れてくるんだよねそうそうそうでも油だけどあれはギーっていうバターみたいなやつですねはいそうそうそうギーコーヒーっていうのはねまたね小林さんからおすすめされた別の本でね完全無欠コーヒーってのではったらしいんですけどそうなんだそれはまた別でちょっとあでも まあ同じような感じで、うん、オイルっていうのがね細胞膜の間を作ってたりとかそうですね細胞膜自体がオイル脂質ですからね細胞質なんで、うん、絶賛プレゼンされて私はもう、うん、今朝もあのサラダにダバダバマニューかけて食べてきましたよオメガ3ですねオメガ3ですこれでもあの、まあ、なんかあれなんですけどねあの多分うちの父親聞いてないからあれなんですけどうちの父親多分認知症だったんですけど、うん、で僕も あでまあなんか話せる日と話せない日があるみたいな感じで<ー>まあでも診断受けてないからねあんまそんな参考になる話じゃないかもしれないけどあの試させたんですよ。はいはい、これは体にいいと薬と思って飲めと。うん、で毎日こうラッパ飲みをしてたらしいんですよね。<ー>そして1ヶ月ちょっと経ったぐらいの時に久々に電話来て話したらあのね声の張りがあって。はい 会話の,あの前後のつながりが今までになかったぐらい、10年分ぐらい戻った感じがするんですよ。あ、それね、めちゃくちゃ多く聞きます。うちの,あの栄養相談っていうプログラムあるんですけど、これめちゃくちゃ聞いて、よくあの患者さんでもありますね。認知症が改善したとか、うん、ADHD 治ったみたいな。そう,そうそうそう。でもこれ本当にすごい聞くなと思って。うん、まあなんか簡単なこう聞いてる方にね、やり方というか、まあその、詳しくは自分でと思うんだけど、まあそうですね。うん、簡単な説明 をこういう風にするっていうのをね教えてあげたいんですけどまずあれですねまあきよしくに言ったやつ、うん、まあここでちょっとじゃあ,あの栄養相談しながらプログねプログラムやりますけど、うん、まず小麦粉全部立つんですよね、うん、まあそうですねきよしくんできてますか僕立ってないですよラーメン <laughs> <laughs> いや。ほらやっぱ僕の中では 続けるのが一番だからああさすがです、うん、うだから私も白いご飯やめれないけどって言ったら<つ>それはいいんだよっ,っ <laughs> と一旦続けるのが大事なん <laughs> そっから続けている中でだんだんとこうよりね良い方向に変えていくのがいいんだから素晴らしいまあ まあ、より良い方向に変えていってもらって <laughs>、はい、あとはやっぱ油ですねオメガ3取る<油>ゆう子さんも取ってますけどオメガ3と6このバランスなんですけどまあ認知とかね何とかしたい場合はココナッツオイルとかね結構もう3色、まあ、癖がなくていいですよねココナツいですねオメガ6っていう油に関しては、はい、割と普通の料理の中でも取りがち オメガ3がなかなか自分から積極とろうとしないと取れないかなか取れないですねでもこれ多分大事なのがオメガ3が入ってる油は熱しちゃダメなんですよね生で食べないとそれがまたトランス脂肪酸に変化してしまってよくだからサラダで食べたんです最近はサラダにオメガ3の油ともう。 天然の岩塩と胡椒。これがね、私の大好物。大好物<と>大好物になったんですね。<laughs> トマトも入れるけどね。<laughs> うん やっぱね、それをね、好きなだけ食べていいんだと思って、ボールいっぱいモりモりにして、むしゃむしゃ、梅と一緒に葉っぱ食べてます。あれじゃ、仲良しじゃないですか。まあでもなんか、あれなんですよ。私最近、あの、パーソナルトレーナーのとか行って、筋トレしてたんですけど、うん、あの、やっぱり筋肉つくから、うん、あの、有酸素とか超するわけじゃないんで、うん、基本的に体重増えるし、あの、パンパップしちゃって、うん、あの、筋肉とお肉が、 こう共存する<ー>からさすがに、あのー、食事制限したくないけど、うん、しようと思って炭水化物大好きだから、うんまあ、完全に立つのはやめてるんですけど、うん、ツアーまでの間ぐらいはやっぱちょっと立とうかなと思ってあのー、一旦そういうオメガ3をいっぱい取って小麦とかなるべく立つと。素晴らしい,らしいなるべく。<laughs> なるべくね。うん、<laughs> まあ付き合いがあると難しいからね。ねそう、そのね、ね気持ちがね、あるかないかで全然違うから取る量も。うん、そうなんだよね。完全に考えてないかどうかでさ。うん、そうそうそうだからカレー焼いてもなんか米かって言ったらやっぱ米にしようかなと思いますもんね。<laughs> ああ、素晴らしい。<laughs> もう僕も米にしますけどね。<laughs> え、その白いご飯は別にオッケーなんですか？あ、別に大丈夫ですね。小麦粉気をつければいいかな。うん、あ、じゃあ元々パン好きじゃないから。 パパスタぐららいだね悩みころ日本ン協会かクレームがま私個人の話せんでいや僕もパンとかパスタ大好きなんですけど特にラーメン好きなんですけどラーメン美味しいですよねこの半年ちょっとラーメン食ってないんですよええ小麦立つためにそうなんですよまあでもそしたらね無事いろいろ連戦でもなんとかなってるんでいやでも世の中の外食大概小麦入ってるんですよねもう大概入ってるじゃん入ってます入ってます ね積極的に小麦取らないって言っても何かに入ってスープとかに入ってるかない大抵のものね小麦か砂糖入ってればおいしくなりますからねうんでも僕あ最近カレーも自宅で全部スパイスから作ってインドカレーインドカレー小麦ゼロカレールーって意外と小麦粉入ってるんですよね入ってますねそうそうだから小麦ゼロ温める時のあれでしょそう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 そちゃうそ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 うなんかその話さそう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  聞いて、私もスーパーで見たんだけど粉うちのそばのスーパー粉の量 <laughs> すごくてう <laughs> わって置いてあって <laughs> でもなんか一番高いところの上に、あのー、全部入っているカレーセットが売ってたんでカレーの粉セットが売ってたからるるそれを買って。お あの毎日は作ない私は清志はだって毎日でしょ 1> いや僕1週間に1回作りだめして <laughs> 大鍋で作って冷凍させてくるんですよああ<ー>でまあ大体毎日から食ってますなんかどっかのスポーツプレーヤーでいますよね,最ね伝説的なスポーツプレーヤー、ね、あの一郎さんがね毎朝カレーらしいですよねそうですよね いやなんか、そう、ちょっと意識するだけでいいのかなと思ってて、私、筋トレも、うん、あの、ニューヨークに行って、<う>やっぱ、できる人間が、当たり前に、その、<laughs> 鍛えてるっていう、うんうん、その雰囲気あるじゃん。ありますね。ありますね。 なりたい素晴らしいですよねだから痩せたいとかじゃなくて健康でできるようになるできる人間でありたいから体鍛えたみたいないやもうスーパーストあれじゃないスーパーボーカルになりますね楽しんでるよねいやいいですよ筋トレね筋トレ楽しめる人はいいと思いますよすごくなんかいませんでしたよ僕の悪夢にそんなやつ <laughs> ああんか筋トレしたらぎっくり腰にないま人ですよねいまよね ええなんか、画すいてる人の話。あれも聞いて、あれですよ。筋肉は体を守り役に立たないと思いました。いい芝居になったんじゃないでしょうか。そうですね。というわけで、小林さん、また、じゃあ、あの、選手権終わったら、勤務してください。あとで全国ツアーのね、あの、スケジュール渡すんで全部開けといていただいて。あ、そうですね、そうします。よろしく。さっき書いてあったから渡すね、じゃあ。今日はありがとうございました。ありがとうございました。